ブラディミル・バイスは、スロバキア・ブラチスラバ出身のサッカー選手。ポジションは MF。K スロバン・ブラチスラバ所属。スロバキア代表。父は、元スロバキア代表監督のブラディミル・バイスシニア。また、同盟の祖父もサッカー選手であった。マンチェスター・シティ FC のアカデミー出身の期待の、若手。2007から2008シーズンの FA ユースカップ。 優勝時の中心メンバー。このカップ戦の決勝戦、対チェルシー FC 戦で FK を決め、勝利に貢献した。2008から09シーズンの最終節、対ボルトン・ワンダラーズ FC 戦で、スティーブン・アイルランドとの途中交代で、トップチームデビューを果たし、2009年8月19日に FC、バルセロナを相手に、敵地カンプノーで開催された、ジョアン・ガンペール杯に、 スタメンで出場し、果敢なドリブル突破を見せ、勝利に貢献した。この試合後、マーク・ヒューズ監督は、バルサの若手選手の層は素晴らしい。だが私はバイスが、今晩のベストプレイヤーだったと思うと評した。2010年1月から半年間、ボルトン・ワンダラーズ FCA、2010から11シーズンは、レンジャーズ FCA、2011から12シーズンは、 RCD エスパニオールへそれぞれレンタル移籍を繰り返していた。レンタル期間終了に伴い、マンチェスターシティへ復帰したが、すでに、ロベルト・マンチーニ監督の構想には入っておらず、2012年8月2日、デルフィーノ・ペスカーラ1936へ完全移籍。2013年6月、オリンピアコス FC へ移籍。2014年1月26日、 カタールスターズリーグのレフウィア SC に移籍。2016年1月、アルガラファに4年半の契約で移籍。2020年2月、ケースロバンブラチスラバに移籍。2009年8月12日の親善試合、アイスランド戦で、スロバキア代表デビュー。当時は、父親が代表を率いていたこともあり、批判もあったが、実力で雑音を払拭し、スロバキアを、 初めて FIFA ワールドカップ本大会に導いた。2010年10月8日の UEFA ユーロ2012予選、アルメニア戦で代表初得点を挙げた。2018年11月には、パベル・ハッパル監督との確執もあり、29歳の若さで代表引退を表明していたが、UEFA ネーションズリーグ2018から19。 での不審で解任されたハパル監督の公認となった、ステファン・タルコビッチ監督に交代後の2021年3月に2年4ヶ月ぶりの復帰を果たし、そのまま UEFA ユーロ2020のエントリーメンバーに選出された。ありがとうございます。